皆様こんにちは、今日最後のステージ、ここで最後のステージとなります。どうぞあと30分程度ですが楽しんでいってください。今日は私たち高野アントミユキということで、フルート高野ピアノミユキで演奏させていただきます。そちらに一応曲目ちらっとこう見える書いてありますのでご覧になってください。1曲目はアルゼンチンの作曲家のピアスロの作品で、リベルタンゴという曲をお送りいたしました。はい、大丈夫でしょうか。はい、ありがとうございます。で、今日は福島の方から参加させていただきました。お昼ちょっと前に向こう出てこちらに参りましたので、大変楽しみにさせていただいて参りました。では2曲目、2曲目ちょっとフルートを変えましたので、少し大きめのフルートで最初の方入っていきたいと思います。はい、ちょっと大きめのフルートはアルトのフルートというフルートですので、少し低音の響きがします。このフルートを使って、オルフェの歌という曲をお届けします。どうぞお聴きください。
最近テレビで活躍してくださっているので大変嬉しく思っているところです。はい、ありがとうございます。では曲の方に、いつまでも遊んでるわけにもいきませんので曲の方に戻っていきたいと思います。次は私のお気に入りという曲をお送りします。この曲はサンドミュージックの中の1曲です。あとは JR 東海のそうだ京都へ行こうのテーマ曲にもなっていると思います。これをジャズワルツに編曲しましたので、どんな雰囲気か聴いてみてください。
ってみたいと思います。大変古い映画なんですが、カサブランカという映画の中の As Time Goes By という曲を、バスフルートで演奏してみます。どうぞ見てみてください。
時代劇を好きな方いらっしゃいます？そんなにいない。あの高野さん大好きなんだそうです、時代劇が。で今日は時代劇の曲を、演奏するつもりで用意してきました。これインステレーションという曲なんですけれども、鬼平犯科帳のエンディングテーマです。ジプシーキングスというギターのグループの曲なんですが、大変あの和風な曲なんですが、ちょっとかっこいいので、はい、その手ぬぐいのようにはい、鬼平の、ね、手ぬぐいを手に入れましたので、これに合わせまして今日はお届けしてみようかなと思います。ではお聴きください。インスピレーションです。
和風な音も、ね、フルートを出してくれるのでいろんな曲に挑戦していっているところです。さあ、だんだんに終わりの方に近づいてまいりました。次はちょっと静かに行きましょうか。はい、汗を拭いて。私たち結構晴れ男も晴れ女で、前日まで雨が降っていてもイベントになると上がるという大変ラッキーな、いつもラッキーなんですが、そんなこともありまして雨が上がって虹が出てということで、虹の彼方にオーバーリンボーをお届けしたいと思います。
もしもう一回聞いてみたいなという方は、パソコンでちょっとやっていただけたりすると聞いていただくことも可能になっています。よろしくお願いします。さて、はい、ではラスト2曲ということにさせていただきます。では、皆さんに明日もね、お休みですから、パワーを持って帰っていただけるように、私たちの100ぐらいある曲の中では結構演奏回数も多く、聴きたいと言っていただける曲の一曲です。赤瀬太郎さんの情熱大陸を、ここで演奏を聴いていただきます。
最後の曲、短い曲なんですが1曲お届けしておしまいさせていただきます。はい、ローカルな曲はい、神々の歌という曲です。なんだっけ、姫神っていう岩手を中心とした活動したその姫神というグループの神々のという曲を演奏して最後とさせていただきます。この曲は和風な感じを狙っていますので、そんな感じを、届けていけたらいいなと思います。では聴いてください。今日はありがとうございました。Thank you.